はい、どうもこまるわです。まず最初のコース、スーパーマリオブラザーズ1の1、初見殺し風。さて、初見殺しの1の1やってみたいと思います。いや、このクリボーは大丈夫でしょ。さすがになんか上から降ってきそう。初見殺しだった、大丈夫だね。これなんか出てくるんだろうな、初見殺しだったら。おー、危ない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 。オッケーオッケーオッケー。これはキノコか。キノコは取らせないと。何も取らせてくれないんだけど。あははは。まあまあまあ、まだ緩い、まだ緩い。クリア率がね、絶望的。やばい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 。あー、もう最悪これ。クリア率が絶望的に低かったから気をつけていこう。オッケー。まあ、キノコが取れない。これは普通かもしんない。オッケー。待て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 。ここに隠しブロックがあって落とされるなんてことはあり得るから、全然。待て待て、落ち着け。ないか、ないな、ないな。じゃあ行くよ。はい。オッケー、ストップ、ストップ、ストップ。ここも、ないな。オッケー、オッケー、オッケー。下一回行ってみるか。あ、行けないようになってる。じゃあ、なんか壁作られてんだけど、一応ここチェックして、おーおー、なんか出てきた。びっくり、びっくりするんだけど。はい。オッケー。で、ここも、壁は、オッケー、透明なやつがあったらマジで怖いから、まあ、上だよね。普通に上。ここ落とされるんじゃないか？ないね。このチェック重要だからな、本当に。初見殺しは。いける。オッケー。オッケー。オッケー。なんか出してみるか。ここ本来、キノコだよね。ちょっと避けれなかった。くそー。あージャンプ。オッケー。ジャンプ。ストップ。オッケー。何もない。何もない。何もないぞ。何もないぞ。何もない。オッケー。このままいける。このままいける。降りたらダメなんだろうな。はい。オッケー。よしよしよし。あー、嫌な予感がする、これは。とてつもなく嫌な予感がする。くそ、マジか。もう、最悪。はい、戻ってきました。これ結構ジャンプいるぞ。どこだった？この辺大丈夫だよな。この辺大丈夫だな。オッケー、行きます。あー、でも待って、怖い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 。加速必要な気がする。はい。よしよしよし。これ落ちないな。危なー。予想通り来たんだけど、もう一個あるぞ、多分。ないな。よし。これも落ちたらやばそうだから、一応こうして、こうして。よし、よしよしよし。ゴール、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 ゴールじゃない。なにこれ。あー。さて、戻ってきたぞ。いけるか。ガクッと忘れてた。最悪。戻ってきました。はい。出せる。まだあるか、まだあるか、まだあるか。ないな、ないな、ないな。いきます。ゴール！ありがとうございます。はい。1の1が崩壊したコースみたいです。ちなみに僕はマリオです。行きたいと思います。あー、なんかちっちゃくなってるな。あ、これちょっとやばいコースかもしんない。あ、ガチでやばいコースかもしんない。ちょっと待ってよ。ラグもあるから、そこ一回考慮して、このキノコはまず取っていった方がいいでしょ、絶対。で、落ち着いていこう。ちょっと待ってよ。これ、まあ、まあ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 、まあいいでしょ、まあいいでしょ。あー、くっそこれ絶対やばいコースだ。しかもさ、赤コインいるんでしょ？待って、避けゲーな気がするから、ま、キノコ、あ、ま、いやいやいや。とりあえず、上になんかルートが、もうめちゃくちゃなんだけど、崩壊どころじゃ、崩壊どころじゃないぞ。しかもジュゲム取ったら勝ちじゃん。は、待って、めちゃくちゃ速い人いるんだけど。え、なにこれ？あ、めっちゃゴール近かった。続いてのコース、土管に入ると任天堂スイッチが壊れるコース。はい、こちらのコースは土管に入るだけでスイッチが壊れるコースらしいです。普通にゴールできるけど、まあ、入ってみるか。じゃあ、見たいと思います。どんな風に壊れるんだろう？重くなるのかな？おー、なんだこれは、カオスだ。やばい、めっちゃスターが集まってる。これ重くなるんじゃないか？まあ、今んとこ何も行動できないから見とくけど、音がちょっと不気味だなぁ。すごいスターの逆襲を食らってるみたいだな。え、これ、入っていいのかな？何もできないよね。このまま入ってみよう。え、これで、もう壊れたってこと？あー、壊れた！あれ？ゴールがなくなっちゃった。この先行けないのかな？これは？ワンナップ。あれ？積んだくない？動けないじゃん、これ。え？オンフき、え？ちょっと待って。これゴールを消されたんだ、オンフで。どうすればいいのこれ。ちょっと戻ってみます。この状態、あれ？でも消えてないな。普通にあるな。もう一回入ってみて、で、まあ、これで、まず、ドッスンの力によってオンフが切り替わる？特にでも、スターが荒ぶってる以外何もないな。もう一回入ってみると。はい。で、ゴールがなくなる。ただし、もう一回入れば治るんじゃないか、ワンチャン。もう一回入ってみよう。あ、ドッスンいないな、これ。ゴールさえないコースになってしまった。どうやってゴールするんこれ。特に切り替える方法もないと。
え、じゃあキラー踏んでみて、あ、キラーじゃな、あれ？キラーじゃなくなってる。あ、キラーだった。え、でもさ、ワンナップキノコ出てこなかったよね。じゃあ普通にこのままゴールはできるのかな？はい。あー、できた！ 4000 ポイント。はい、ありがとうございます。不思議なコースだ。続いてのコース、クイズ、どっちが重いでしょう？やってみたいと思います。さあ、久しぶりにクイズコースやっていきたいと思います。これ、オンオフ切り替えればいいのかな？はい。はい。まあ、動画だと久しぶりかわかんないけど、なんか書いてある。チーム戦？あー、どっちの方が重いでしょうが、チーム戦になってるね。花ちゃん、いや、これサボテンの方が重いんじゃないか？でもサボテンっていうものは花だか、いや、大きさ的にこっちでしょう。あはい、すいません。はい、戻ってきました。それでは行きたいと思います。まあまずは上だよね。ここでミスる人はいない。第1問目ほど簡単なものはないから。え、軽い方を選ぶのか。おかしいな、今の軽い方だったよね。だったら軽い方を選ぶとして、花ちゃんは結構重そうだから、デカノコノコの方が軽い。デカノコノコの方が軽いとしたらこっち。オッケー、正解正解。軽いを選ぶんだよね。ノコノコの方が軽い。ああ、正解だ。軽い方を選んでいこう。よし、次のコース行きたいと思います。ゲストはめちゃくちゃ軽いから、ね、このドッスンはマジで重い。ドッスンとパックンはマジで重いから、軽い方を選ぶ。軽い方を選ぶということは、あ、違う、軽い方に通れるのか。だからこの青色こっちの方が重いですよっていうのを選択したのか、矢印で。つまりこっち行け。はい、戻ってきました。じゃあこっちの方が重いの？マジで言ってる？ギリギリじゃないの？大差ない気がするけど。はい、見ていきます。あー、でも結構だな。大差なかったらもっとゆっくり傾くから。はい、次のコース。いや、普通に考えてパックンの方が重いよ。このね、鉄パックンめちゃくちゃ重いからね。概念をぶち壊すほど重いから、一つだけなんか1トンくらいあるか。ほら、完全に重すぎるから、まあこれで合ってると。はい、次のコース。ん、なんだこれ、なんか、ん、アイラストかな、ファイナル、あ、ファイナルだ、ファイナル。オッケー、次のコースいきます。さあ、最終戦、めちゃくちゃ難しいかな。え、待って、新キャラいるんだけど。この左上のやつ全く知らない。なんか攻撃されてるけど、まあどっちの方が重い。普通に考えたら左だと思うけど、まあ右なんでしょうね、これは。こういうパターンで言うと、小さい塊の方が重いみたいなところあるから。さて、ファイナル行きましょうか。まあでかい方が重いよね、普通に考えて。オッケー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 、入っていきます。さあ、どうだ。あ、ギリギリなんだね。ちっちゃい量よりも質って感じするな。はい、ゴール、ありがとうございます。